すいません。は？すいません、すいませんじゃないでしょ。ほら、ここも。当初と全然違うじゃない。なんでこの金額なの？ねえ。もう、ほら。ねえ、一体どうやったらこんなに予算オーバーするのよ。すいません。ちょっとしっかりしてよね。プライドとかないわけ？山下さ、田中が出社しないのお前のせいだって。私はただ田中君がいつも同じミスをすること、これはな、お前の仕事ぶりは認めているんだよ。ただな、ついていけないって意見がな、成績を3倍に伸ばしたらすぐこっちへ呼び戻してやるから、社宅も用意してあるしな、来月から言ってくれ。こんにちは。来週からお世話になる山下ですが。あ、いらっしゃい。社長の佐藤です。こちらの社員さんは？僕と歩夢君の2人ですよ。社宅に連れてってください。なんもないけど、いいとこでしょ。空き家が多くてね、無料で貸し出してるんだよ。この海部地区の実館長をしている渋野と申します。はあ、いや、若い人なんて何十年ぶり。町内会とかでしたら入る気ないんで。そう言わずに、今は寂しいでしょうが、ほら、地域のみんなで花も植えてね。毎年4月の花も祭りにはたくさんの人が。外に出ていくつもりなんで結構です。標高が高い、ただの過疎地じゃん。わかりました。はい、これ、会社。歩夢くん、お客さんの印鑑またもらってないじゃない。あ、俺ほんといつも。これないと請求できないんだから。今すぐもらってきて。おーい、山下さん、お茶していかがで。家で仕事しないといけないんで。またねえ、今までこんなのが許されてきたの？はい、やり直し。山下君さ、将来君たちがここを引っ張っていくかもしれないのに仲良くできない？私向こうに戻れるはずじゃ。君んとこの部長さんから聞いてないの？僕が定年したらここを任せるかもしれないって
僕はそう聞いてるけど。おーい、出ましたな。お茶していかんかね。花の写真を見ていかんかね。ここはね、限界集落なんですよ。放置された田畑をどうにか再生できんかと始めたのが花物でね。花が好きなんですね。山下さんはどっちの写真が好きですか？花が咲いている方。いろんな人がいてくれてね、ここまでできたんですよ。戻りました。カエルさん、これ置いときます。はい。